ンガーソングライター佐藤ひろこ、今日はすっかり朝寝坊だけど、なんか変な音がする。家の中が水浸しになってるの。外に出てみると水道管が破裂してました。元栓を閉めて破裂している箇所も確認。地元の先輩水井さんに連絡をして直してもらいました。水井さんありがとう。蛇口をひねると水が出るってありがたいね。だけどシャワーの水には気をつけて。地元に頼れる先輩がいるって本当にありがたいね。今日もご視聴ありがとうございました。キスをしよう。君が笑ってくれるなら僕は悪魔にでも何でもなる。もう君が欲しくなってんの。いつ遅れなくても君の中堅ハチ公は笑顔で君の帰りを待っているよ。僕の話を僕の歌を抱きしめてくれた。僕の理解者君だけなんだ。心は破裂しそうだ。大好きだ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 、そう大好きなんだ。僕の理解者、君は僕の理想。